はいあのえはいはいえあの NHK さんがまた来たんですけど今いる状態ですかはいああはいはいちょっと話がわけわからないんですよなんか今請求の分が止めてて止め,止めることができてどうのこうのって言ってるんですけど、うん、あのそしたらまずあの相手の名刺もらえます、はい、あ、もらいましたもららままししたたは名<前>はい名名前はてて名前なんんてですかね水野さん はいえっ、ー、と、グッドスタッフグッド。グッドスタッフですね。分かりました。はい。スピーカーンにできますかはい。はい。したら教えてください。はい。今、目の前にいますはい。はい。水野さん。聞こえます水野さん。なんか、応答ができないって、かたなに断られるんですけど。今、ドア越しですかいえ、あの、ドア越しじゃないです。対面します。 の目の前にいます。あ、今顔が見える状態ですかね。はい。うん、あの、じゃ、聞こえ、あえ聞こえてますね、間違いなく。はい。はい。水野さん。あなた、どうすんの、帰らないの。居住者の方は帰ってほしいって言ってるよ。うん、れてくそうですね。ちょっと意味がわからないんで。かりま,すまず。 あの、死のうもの言わずに帰って、邪魔だから。帰りましたあ、もしもし。はい、帰りました。おばさん、帰りました。ああ、大丈夫ですか。<れ>すかはい。なんかちょっと慣れてますね。<の>お橋さんっていう名前出したら、すぐわかったみたいで。<の>電話出れませんので、でね、みたいな感じでうんうん、うん。でしょうね。もう、N. h k からそういうシーチャー出てますんでね。ああ、そうなんですね。うん、はい。 特に何何かあれですか。あの特別ななんか書類とか書かさいたりとかないんですけど。はい、しつこいですね。これ裁判とかになるんですかね。あのまず裁判されることはないですよ。基本的には。にあ、そうなんですね。うん、あ、ごくレアケースですし。あのー、撃退シー貼ってるんですか。n. H. K. の。あ、貼りました。貼りました。あれから。はい,は,いはい。あのー、大橋さんの顔の。<laughs> あ、<laughs> ですか。ありがとうございます。そうそう,そう,そうまあ、ただね、あの当然ご存知の通り、私も N.H.K. との議員ではないですけども、もし裁判された場合には、当然 N.H.K. とはあの裁判の費用とか、うん、そういったものは負担してくれますから大丈夫ですよ。そうですね。はい。もうなんか大橋さんだけに電話かけてるんで、ちょっと N.H.K. と <laughs> もうだが。 かも本当んまあまあ本人もいろいろつらいところあると思うんですけど、ね、ああいうなんかそのなんて言う大雑把すぎる人嫌なんです私なんかそのなんて言うんかないやただ私も私も結構大雑把ですよ <laughs> 基本的には性格っていはい, <laughs> いやいやそんなことないですよ大橋 <laughs> さんやっぱりあのー、情があるっていうかねはい、うん、ありがとうございます <laughs> まあ当然、あのー、今日みたいにね、またあのご連あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、NHK の周期に来た場合には、ご連絡いただければ、当然いただま、大変です。すいません、お忙しいところ、私も今ね、ちょっとカレー作ってて、いきなり来たけん、びっくりしました、もう。そうですよね、アポイントなしで来られた、迷惑ですよね。うーん、なんか慣れてますね、この人、若い方でしたわ、この,<ー>この前のおじいちゃんと違って。 おじいちゃんのほらなかなか名刺出さなかったおじいちゃん覚えてます覚えてないかなああ<ー><う>ごめんなさいちょっと <laughs> そうですよね <laughs> いろいろ何件もあるけんちなみにあのあ、ー、れ、えー、ですかその訪問はずっと続いてたんですかいやそのねだからあの大橋<ら>さんが動画上げてくれたんですよ私の、はい、あの NHK の訪問の、えー、この前えっと1か月,月じゃないなおじいちゃんことこと、えー、と年内の話ですかね そのおじいちゃんが来たっていうのは年内の話ですか。いえ、去年ですけどね。去年,去年の選挙の時。ああ私は選挙ね、<ー> N. H. K. で。行こうかなと思ったら。夕方ぐらいにね、いきなり来てから。はい,はい。はえ、だ、のなので、名前は伏せてくださいって言って、動画を上げた人です。あれ、はい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 。はい、良かった、思い出してくれて。 今その選挙の日っていうのでをはあの思い出しましたはいそうそう,う選挙、はい、選挙に行こうかなと思って出かけたら来たんですよああ投票日ですよね確かね行かれた、ね、そうそう投票日、はい、投票日、はい、はいはいはいそうですかわかりましたあのもしご迷惑でなければはいこの音声ユーチューブフォローさせていただいていいですか大丈夫ですか <laughs> いいですあのあ当然あの個人情報のところは、うんうん、はい活字いただいた上で,でまた出ていいんですかね <laughs> いやもちろんですよあのー、こういった生の声って今ねちょっと批判もあるけん <laughs> 活動してるぞっちゅうのをちょっとアピールしてください本当 <laughs> な,なんかまるでなんか、ま、なんかやらせみたいですよね <laughs> いやいや仕事してない仕事してないって言われるけんねまあねまあ思う人は思うと思わせけばいいと思ってるんでまあそこは別になんとも思わないですけどねうんはいう まあ,でもありがとうございます。あの、私を頼っていただきまして、本当に感謝申し上げますいえいえい,い,い,い、はい、また何かありましたら、いつもご連絡いただければと思いますのであ。でもね、大橋、はい、さん、大橋、はい、さんに言って、はい、あの、これちょっとカットしてもらいたいんですけど、NHK、あの、裁判になったら NHK に言うっていうのは、大丈夫なんですかね。問題ないですよ。あ、問題ないまだ要は、裁判になった場合には NHK というに頼ってほしいということですよね。 そそそそう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 、うん、全く問題ないですよだって、あの、迷惑かけたわけじゃないじゃないですか。むしろ、いやあ、そう思う人はそう思う人はいいんですよ。ただ<え> N、そう思う人はそう思えばいいってことです、要は。ただ、要は<ー> NHK と頼ってくださいねってことは、別に NHK に対するこう、名誉毀損とか侮辱してるわけではないじゃないですか。NHK とかちゃんとそういった活動してるから、NHK と頼ってくださいねって言ってるわけですから、全く問題ないですよ。 あうん、じゃあいいんですけど、うん、あの僕あのツイッターだったかな言いましたけど NHK から被害を守るためには党損読は必須って言ってますからうん,うんそれは間違いないですよはい <laughs> ちょっとね複雑だと思いますけど、ね、<laughs> ないいなんか複雑なんですよ今、うんうん、もちろん僕も複雑ですよただ <laughs>、ねうん、NHK 党はちゃんと被害に遭われてる方をお守りしてる活動はあのやってるってことは僕もちゃんとそれは理解してますんで はいはい大丈夫ですただ僕個人だとどうしてもその裁判のところまではフォローなかなかできないのでそうそう思ってねどうしようかと思ってたんですよ裁判すなった場合にはもう絶対 NHK 党に頼ってくださいそこはそうですねはい不払いちゃんとしてますからねはい契約をして不払いしてますから素晴らしいですはいはいありがとうございますすいませんお忙しいところありがとうございましたまた何かあればいつもご連絡ください はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします、はい。失礼します。ますはい。